復権泥楼、復権泥ー復ドロー、風前ロ楼ーーとは、中国福建省南西部の山岳地域にある、八家その他の人々による独特の半築建築物。八家ドロ楼とも言う、12世紀から20世紀にかけて建てられたものが、ほとんどである。ドロ楼は、通常、外部立ち入り禁止の大きな建物で、長方形か円形をしており、厚い土壁、 180センチ以上と木の骨格からなり、高さは3階か5階、80家族以上が生活している。この土でできた建物は通常一つの入り口しか持たず、その入り口も鉄板で頑丈に補強された厚さ10センチから13センチの板戸で守られている。建物の最上階には盗賊を防御するため狭間が開けてある。復権はチャキシード群。 谷志港、ティニュラングドロー軍、川杭ヘケングドロー軍、江北がオベイドロー軍、花安県の大地ラジドロー軍、港ホ本区エングドロー軍、広志港、ヤンコシャングロー、ふところ園、フイユアンロー、ブリフクゼンフロー、カズタカヘグイローなど四十六を数える。これらは二千八年、福建のドローとしてユネスコの世界遺産に登録された。生活と防衛を集団で行う。 組織の特徴的な伝統的建築と機能の例として、またその環境と調和したあり方に関して優れた点が認められたのである。1980年代、福建ーは、発火ー、土の家、丸い強い家、あるいは単に、泥棟、様々に呼び名をわされていた。1990年代からは、中国の建築学者では、福建ーの子が定着した。 すべての居住者が発火民族というわけではなく、南福建省の人々がたくさん泥棒に住んでいる。社団法人日本ユネスコ協会連盟では、福建の泥棒のご公式名称としている。発火泥棒は、福建泥棒の一部に属する。南福建の泥棒のすべてが、福建泥棒に分類されるが、すべてが、発火泥棒に属するわけではない。福建泥棒は、泥棒と、 道義ではなく、泥のうちの一種類を指す語である。福建省には2万を超える泥が存在し、そのうち福建の泥として登録されたのは3000に、過ぎない。福建泥は、福建省南東の山岳地帯にある、複数回の大きな建築物で、大集団がそこで生活、防衛し、土壁時の骨組みで作られていると定義される。福建の泥は、 福建省の南東地区に存在し、ほとんどは、龍岸市の英帝県と小州市の南安市県の山岳地帯にある。初景泥群は、英帝県海洋鎮の初系チャ茶シー村にある。ユネスコ世界遺産1,113から001に認定された。ブリセロー・ゼンチェングルーは、英帝県国一鎮、航空村に位置する航空泥群に属し、泥王寺と呼ばれている。 ユネスコ世界遺産113から002に認定された。1912年、裕福なタバコ販売業者の子孫により建てられた。ブリセイローは、同心20円上の楼で、外側は4階建て、全部で184部屋ある。内側は2階建て、32部屋である。外側の楼は、中国風水の発見に従って、4つに区分されている。 祖描に見られる、ギリシア様式の円柱、二階通路に見られる連鉄の、手すりなど、西洋の影響が明らかである。小経路チェンケルは1709年の建築で、永定健康、筒見鎮、高藤村の高北ドロー群に属し、ドローの王と呼ばれる。2008年、ユネスコ世界3113から003に認定された。大きな円形ドローが4つ。 同心円状に並び、中央には祖病が位置する。外側の泥は直径62.6メートル、各階72部屋の4階建てで、計288部屋、2階から4階には円形通路、階段が4タくらいに4箇所あって地面から最上階までを繋いでいる。大きな屋根が外に広がって、中心の泥を覆っている。一階には一族の台所、 二階には穀物保管庫。三階と四階には居室と寝室がある。二つ目の円形泥は二階建てで各階40部屋の計80部屋。三つ目の泥は共同図書館となっており、一階建て32部屋。四つ目の泥は祖廟を囲む屋根付きの円形通路である。祖廟は中央に位置する。小経楼には二つの大門と二つの古門がある。 こう、チャンイエ十五代目の五十七家族三百四人が、現在もここに住む。前世紀には、一族八十家族以上が受けた周り、経路に住んでいたこともある。このドロー群には他に、同心未縁の深縁ンローン直径七十メートル、変則五角形の床面の五角ベチャオー長方形の予託ゼローがある。タニシコードローティニュラングは、 福建省招集し、南安市県所用地の谷志向村にある。中国南部に位置し、青石からバス、またはタクシーで、曲がりくねった、細いでコボコの山道を4時間走ることになる。谷志向泥群は5つの泥からなり、中央に、方形の服も武云楼、その周囲に3つの丸い泥と楕円形の泥との、4歳、一遊で構成されている。 広市小楼湯チャングは5階建ての土楼で、福建省招集し、南安市県所用鎮の下板村にある。1308年現代に、流弥一族によって建てられた、中国でも最も古く高い土楼の一つである。広政楼は、東東西歪楼とも呼ばれるが、これは、建材の支柱構造が水平垂直でなく、左右ジグザグになっているためである。 建材の測量ミスが原因でこのように作られた。しかし、見た目の脆弱さにもかかわらず、この高い土泥は700年間も自然の作用や社会的混乱に耐えてきた。広間サロ楼の外側の環状泥は直径36メートル5階建てを誇り、各階に50部屋を有する。地いにある25の台所は半円部分にあり、個々のかまど近くには井戸が掘られている。 こういった水の供給に瓶が良い泥は、福建全体でも唯一である。内側の環状泥は1階建てで、2003年までは、祖病を囲んでいた。この部分は700年間無傷のままだったが、2003年以降、解体された。第一泥群のによろしろう、エリは、小州市下、あがた千都鎮の第一村にある。1770年の建築で、 外側の環状ーは4階建て、内側は1階建てになっている。外側のーは直径71メートル、各階に48部屋を有する。三代ろしろは、それぞれの木座橋の前に、環状の通路が存在せず、代わりに、後ろ側の壁に隣接した通路を有する。外側のーの部屋は、垂直に分割されて、別々の世帯の家となっており、 共同階段ではなく個々の区分の中に自分たち専用の階段を持っている。いくつかの区分は正面の部屋3つ分、残りは4つ分の広さを持つ。内側のドローの区分は控えの間としての屋根付きベランダを通して、外側のドローの区分と繋がっている。復ローは中国の伝統的住居の外に閉じないに開く概念に従って設計されている。 つまり、一般的に、中央に中庭を置き、居室の壁を周囲に巡らすのである。中央の前開きの小さな泥は、祖廟として、祖先崇拝、祭祀、会議、結婚式、葬式など、公式の機能を果たす。地界の平面図には、円、半円、大円、正方形、長方形、不規則な五角形がある。土楼は、土の地面に2段から3段、 石を敷き詰めて舗装したものを基礎として建設される。一番上の段の基板に丸く排水溝が作られ、雨水が泥の壁を損ねるのを防ぐ。ほとんどの場合、泥の外壁は二つの階層からなる。下の階層は、切り出した石のブロックや、川の玉石と石灰、砂、粘土を混ぜたものを1メートルから2メートル積み上げて作られる。これは、 この地域の洪水の水位を考慮した高さである。石の階層の上に押し固められた土壁が積み重ねられる。粘着性の高い米を混ぜた土を押し固め、竹の棒で水平方向に補強するという土壁の建設法に関する最初の記述が、宋代の標準的建築法の本、映像方式に残されている。壁は中央に向けて建設されることで、 自然の重力で壁を支え合うように作られている。この内側に傾斜させる方法は、王権木刀の建設にも見られるものである。ーの壁の厚みは、映像方式にもあるように、高さに従って減少する。ーの間2階分の壁には、窓も狭間もなく、窓は3階から5階だけに開けられる。そのため低階層の部屋は、家族の保管庫として使われ、上階層が居室として使われた。 屋根は、小生粘土の瓦で放射状に覆われていた。ラムダ型に組む技術を定期的に使用することで、より大きな円周を外側に生み出すことができる。屋根瓦の大部分は、上から下に向かって並べられ、放射状に並べることで生じる隙間には、小さな瓦を、ラムダ型に挟み込むことで保管するのである。この技術のため、目に見える隙間を作ったり、 屋根の上下で瓦の大きさを変えることなしに、瓦を放射状に並べることができる。軒先の幅は通常にメートルほどあり、雨水を軒から流し出すことで土壁が損傷することを防ぐ。屋根を支える木製の骨組みのため、中国の伝統的建築では一般的なをつけることができなかった。二階以上にある環状の通路は、 水平方向に渡された木製の寮の上に木の板を乗せ、片方の端を土壁に押し込んで作られている。通路は木製の手すりの輪で補強されている。階段の吹き抜けは通路の周りに均等に配置されており、通常4箇所に設置される。それぞれの階段は、地下から最上階まで通じている。通常、中庭には2個か3個の共同井戸がある。 もっと豪華なドローの場合は、屋内移動、各住居内の地下の台所に準備している。世界の住宅は、社会の階層を反映するが、府県のドローは、対等な共同生活を送る、モデル住居として、独特の特徴を持つ。すべての部屋は、同じサイズ、同じ材料等級、同じ内装、同じ窓や、同じドアで作られており、テントハウスもなければ、高階層もない。 小さな家族は、近いから最上階のテントハウスまで垂直区分で所有する一方、大きな家族は、二つか三つの垂直区分を所有する。土楼は、通常、一つの家の一族郎党が数世代で占有する。大きめの土楼は一つ以上の家等で住まう。建物そのもののほか、井戸や祖廟、風呂、洗面所、武器庫といった多くの施設は、共有資産である。 周囲の土地や農地、果樹園等でさえ共有された。土呂の居住者は共同で工作した。この習慣は人民公社時代の1960年代にまで及ぶ。当時、土呂はしばしば一つの共同生産チームで選挙されていた。小家族の各々はそれぞれの私有資産を保持し、ドアを閉じればすべての家族ごとに私的自由を楽しむことができた。 昔は住居の割り当ては家族の男性親族の人数に基づいていた。すべての息子がすべての分家を開いたのである。祭子の組織のような公務、共有エリアの掃除、大門の開閉、その他はそれぞれの親族が輪番制で行っていた。すべての親族が一つの屋根を共有することは一族の統一と保護を象徴した。 全ての住居が中央の祖廟に面することは、祖先崇拝と一族の団結を象徴した。一族が大きくなると、泥を同心円状に建て増ししたり、すぐ近くに泥を建て増しして、泥群を作ったりした。こうして、一族はすぐそばにとどまり続けるのである。今日では、新しくて、より現代的な施設の備わった住宅が、中国の地方にも建設されている。 多くの居住者がより現代的な家を購入して、泥を出て行き、あるいはより大きな町に出てより良い仕事を得ようとしている。しかし彼らはまた、先祖伝来の泥には鍵をかけ、祭祀の時などだけ泥に戻ってきて、離散した一族が再会するのである。十二世紀から十九世紀にかけて、武装した盗賊団が中国南部を調領した。福建省南部の人々は最初、 防御の砦を山頂に建設した。こういった初期の砦が、後に、復権ーへと進化した。底部では2メートル、上へ行くほど、細くなって1メートル、という厚みのーの外壁は、やや銃撃にも耐えることができた。1から2メートルの厚みがある、ー外壁の底部は、しばしば花崗岩の角材や、大きな玉石で作られた。 花崗岩や玉石で作られた区画は屈作にも耐えることから外観をベジ仕上げにし故意に外に配置した。そういった玉石を掘り出すことはどのような攻撃者にも不可能なことであった。玉石の区画は地下1メートル以上の深さにも広がっていたので壁の下にトンネルを掘ることも不可能であった。土壁部分は石灰、砂。 粘土を混ぜたものと押し固めた土とで作られ、水平に渡した先丈によって、横方向が補強された。これにより堅固な城となり、大砲の放火にさえ耐えることができた。1934年に、英帝県で、反乱農民の一団が泥を占拠して、軍の横暴に抵抗しようとした。軍は泥に大砲を19発撃ち込んだが、外壁には小さな凹みができただけだった。 壁で囲んで防御する場合、通常は門が弱点となる。しかし、復土楼の門は防御のためと区別な設計となっている。門の枠は花崗岩の大きな角材で作られている。両開きの扉は耐火性の硬い木の板、厚み13センチで作られ、分厚い鉄製装甲板で補強された。大門の扉を閉ざすときには水平、垂直方向ともに、 頑丈な木の杭を数本、花崗岩に開けられた穴に差し込む仕組みになっていた。前の扉を破壊しようと敵が火を使う場合に備え、門の上には敵のつけた火を消すための水槽が設置されていた。復権ーの居住者は積極的防御には銃を使った。建物の最上階にある狭間から銃撃したのである。復権ーのいくつかは内壁に沿って丸く通路が設置されており、 武装した人々や弾薬の移動に便利であった。ドローの語が初めて登場したのは1573年、明王朝の招州軍の記録である。盗賊の調領により多くの村々は城壁に囲まれた鳥ドやーを築いて防御の手段としたと記録されている。多数の家族が団結して鳥にこもり、いくつかの鳥ドやーは手を取り合って耐えず、保証を出し、 警備警戒を怠らなかった。音の大きな太鼓やドラを警報とし、盗賊や侵入者の接近を知らせた。ドローの居住者の団結力は非常に強かったので、何万もの人数になる強大な盗賊団でさえ、あえてドローの住民を襲撃するようなことはしなかった。ドローの後は、また、いくつかの宿の中にも見られる。それ以外では、ドローの存在は文献の主流にはなり得ず、 1956年に民族学の研究向けに発表されるまでは文学の中で触れられることもなかった。1956年学者として初めて復権ーの研究に取り組み、論文、復権省英定権の発火の住居を南京ポリテック研究所ジャーナルに発表したのはグオ玄教授である。1980年小慶老が 古代中国建築の歴史と題された本に掲載される。これをきっかけに中国本土、台湾、日本、ヨーロッパ、アメリカの学者が群れをなして、福建の昇州市や英帝県を調査、土洞研究に取り組んだ。土洞は世界の人々に知られるようになったのである。特に中国の学者の高官民、ホアングハンミン、現在は福建省設計院の所長は、 20年以上を復権ーの研究に費やした。彼の修士学位論文、ザ・トラディション・カレクター・スティック・サンド・リージョナル・スタイル・オブ・フジアン・シビリアン・レジデンスは1982年に書かれ、中国の雑誌、建築で発表された。東京芸術大学教授のモテギ・ケイチローが出版した報告書、中国民挙の研究、方形ドローと円形ドローは、 1989年に出版され、日本で写真展も開催された。1997年、オランダの建築家、ヘルマン・ヘルツベルガー・ハーマン・ハーツバーガーは、復建ドローに触発され、1999年に、ゲティ保護管理研究所のネビル・アグニュー・ネビル・アグヌー、博士は、谷志向ドロー群、広マサロー、ワローンを調べた。高官民の著作。 福建ドローは1994年に台湾で出版され、2003年には修正を加えて中国本土で再発行された。この本は現在も福建ドロー研究の名著であり、ドローの歴史、その特徴と様式、分布図、ドローに関する民間伝承など数百ものカラー図版や挿絵が掲載されている。しかし、福建ドローについて書かれた。 英語文章は未だ出版されていない。福建ーは、福建省の南東地域の山中に点在しており、曲がりくねった山道で、竜岩市と小州市に接続している。二つの町は、アモ市や福州市と高速道路でつながっている。これらの町から、路線パスで、アモ市や福州市までは、それぞれ約4時間かかる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。